はいどうも、キットレビューです。富士見のアルファード MZV、2WD-FF8人乗り紹介させていただきたいと思います。グラチャンシリーズまだあるんですけど、ずっとグラチャンが続くのでちょっと箸休め的な感じでね、ちょっと富士見のキットの方を紹介させてもらおうかなと思います。アルファードはね、前に青島のやつも紹介させてもらってたんですけど、今青島の方がねノーマルを作ってないので、ノーマルのアルファードが欲しいっていう風にご注文を受けまして、でだったら今入手できるのはこれだけですねっていうことで取り寄せしました。初代のアルファードはね、青島のやつはシャーシが共通だったんですけど、なんかコメントの方でね、富士見のやつの方がバランスいいんじゃないかなみたいなコメントをいただいてたので、ちょっとどうなのかなと思うんですけど、これはちょっとまあ注文品なので組まないですけど、そのうち組むかもしれないです。なんかボディの構成、富士見と青島ほとんど一緒ですね。バンパーと下半分と、あ、でもリアバンパーの分割ラインが違うか。リアバンパーの分割ラインが違う程度かな。そんなに構造変わんないですね。あ、でもテールランプのインナーの成形ちゃんとしてますね。一時期のこの、いや、テールランプのインナーこうえぐってあるけど、こんな形じゃねえしっていう感じではないですね。ほんと、ここまでやるならウインカーの方もちゃんと再現してほしかったな。ウインカーの部分はね、真っ平らなんですよね。クリアパーツ。で、サイドガラスが、スモークですね。ただ、この窓枠というか、この部分はモールド入ってないですね。だからエルグランドとかと一緒のみたいな感じで、ここのモールドが入ってないのがちょっと残念ですけど、あのすりガラスみたいになってるやつ、バンパーが抜けてないですね。これも何かしら理由があるのかな。ヘッドライトのインナーもなかなか好印象な形状してますね。メッキパーツですけど、これいいな。思ってたよりちゃんと彫りも深くなってるんで、これいいんじゃない？いいんじゃないとかっていう言い方もあれですけど、アルファードの内装、あれシート、あ、そうか、7人乗りと8人乗りでシートが1個違うんだ。ここシート、金型をバツンって切ってるわけじゃないですけど、ここはないような感じになってますね。インパネのモールドはちょっと浅い気はしますけど、それでもちゃんとアルファードのインパネの形はしてますね。へえ、シートも裏打ちとか何もなしでツルリンといい感じになってるので、これいいな。内装もアルファードの内装だけど、まあパワーウィンドウスイッチの再現はないですね。ドアのところのね。あ、肘掛けの内側もちゃんと抜けてなくて詰まってますね。いいんじゃない？これ良さ、両キットな予感。下回りも、いや確かにツンツルなんですけど、アルファードの下回りってね、ツルツルなんだけど、もうちょっと立体感が欲しかったかな。あとスペアタイヤのね、これ成形一体成形なので、ここは相変わらず、まあこんな形ですよ、こんな形ですけど、もう一ひねり欲しかったかな。でも4駆バージョンがちょっと出てたかどうかわかんないですけど、
四駆バージョンは四駆バージョンでまた違うのかな。こんなもんかな。でもアルファードでも青島のと違ってこれちゃんと専用になってんのかな。アルファード多分専用だと思うんですけど、そういう面ではもういいなぁと思いますよ。さあ説明書だ。どうせシャーシの裏全部つや消し黒一色指定なんでしょ。あ、そうでもない。そうでもないんですが、指示違います。違います。不死身だな。違うな。なんでボディの部分、ボディっていうかまあ要はシャーシというかフレームというかまあそのボディの下側が白で濡れの指示なの。ボディカラーだって白指定じゃないでしょこれ。うん、いろいろ混ぜ混ぜして作れるの色指定なのに。失礼しました。SD カードのね容量がいっぱいになってました。なのでちょっと切れちゃいましたけど、あ、H にごめんなさい、 H には黒か、 H には白じゃない黒だ。黒でも違うわ。なんでこうしちゃうんかな。ここ前から言ってる通りね、不死身のやつってこうシャーシの下回りとか最近のやつはすっごいこうきっちりこう実写のね形に合わせてで、かつプラモデルとして組み立てやすいようにっていう風に設計されてるのに、なんでここ塗装指示ちゃんとしないのかな。この H の2ごめんなさい、白と勘違いしてましたけど黒ですね。いや見ないっていう人も多いとは思うんですけど、どうせここまでやったんならきっちりやってよっていうのが自分の意見です。だからもったいないじゃないですか、ここまでしっかり成形されてるのに。うん、残念だな。その辺が不死身クオリティって言われたらそこまでですけどね。うん、ツインムーンルーフも可能っていう感じになってますね。うん、でもこれはね、まあ、説明書指示は置いといて、かなり好印象です、個人的に。なんだろう。青島のがその、シャーシがね、TCR と、共通っていうのでがっかりしたっていうのもあるんですけど、ノーマル組むなら圧倒的にこっちの方がいいっすね。まあ、組んでみないと何とも言えないですよ。組んでみないと何とも言えないですけど、例えば部品が合わないとか尻が合わないとかってことはありそうですけど、ただこのキットの状態で見ると、バンパーの分割ライン、リアバンパーの分割ラインがおかしいですけど、それだけ目つぶれば、うん、これいいような気がするな。ちょっと良作な予感ですね、これは。うん、リアバンパーの向かつらい。なんでここで切っちゃったかな。RX8 とかもそうですけど、なんでここで切っちゃったかなって多いで、あ、ちょいちょいありますよね、不死身のやつって。これはね、多分ですよ。多分ですけど、当たり。だと自分は思いました。まあ、ただちょっとキット定価がね、3200円と、相当お値段張ります。相当ってこともないか、でもミニバンだったらこんなもんっていう感じかな。タイヤがちょっとグッドリッチのね、またね、厚ぼったいタイヤなので、これタイヤホイールセットは変えた方がいいかなと思いますけど。うん、ホイールのデザインがいまいち。ホイールのデザインがちょっとイマイチかな。ここまでやっておいてなんでこうなるかな。まあバリがあるからそういう風に見えるかな。なんでここまでやれてホイールのデザインがこんな風になっちゃうかなっていう気はしますけど、
うん、かなりこれは良作な気がします。これはね、普通にまだ取り寄せをしようと思えばできると思いますので、まあ前期型ですけどね、青島のやつは後期型か、後期型になってるんであれですけど、これ結構おすすめかもしれないです。そのうち、組むかもしれないです。まあかもです、確定はしませんけど。というわけでですね、今回紹介させていただいたのは富士見のトヨタアルファード MZV、2WD FF8 人乗り紹介させていただきました。ご視聴いただきありがとうございました。